105.9 The Region. エミがお送りするおはようジャパニーズショーをお聞きの皆さん、おはようございます。高畑エミです。今日は11月3日、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日は11月最初の土曜日。11月3日は日本では文化の日として国民の祝日となっています。この文化の日とは、1948年に自由と平和を愛し文化を進めるということで国民の祝日に制定された日なのだそうです。文化の日といえば個人的には文化祭を思い出すので、てっきりこの時期に行われる学園祭や文化祭はこの文化の日に何かしら関連しているのかと思っていたのですが、特に関係はないみたいです。話は変わりますが、最近テレビでも街中でも赤い花のバッジをつけたい人を見かけることが多くなってきましたね。プリンス・ハリーやサセックス公爵夫人メーガンがロイヤルツアーでつけられていたので、お気づきの方も多いのではないでしょうか。11月11日は Remembrance Day です。この Remembrance Day といえばポピーの花、ポピーデーとも言われます。この Remembrance Day とは、第一次世界大戦の停戦協定が結ばれた日となっており、11月11日の午前11時に休戦協定アーミスティスが発行されたことを受け、午前11時には数分間の黙祷が毎年行われる日となっています。さて、今日もこの時間では日本でヒットしている曲は2曲、ヨーク地区でのイベント情報、日本で注目を集めている曲やヨーク地区のニュース、そして季節に合った曲2曲を紹介します。どうぞ最後までお付き合いください。今週のトップランキング第1位は、TBS テレビ火曜ドラマ「義母と娘のブルース」の主題歌、ミーシャフィーチャリングヒデの「愛の形」。そして第2位は、日本テレビ系ドラマ「獣になれない私たち」の主題歌、あいみょんで「今夜このまま」です。お楽しみください。あのね、いつの間にか気づいたんだ、愛にも仕方違って、それがすでに私の胸にハマってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を大好きだよ、あなたが
似たようで甘いようなこの泡にくぐらせる思いが弾ける体は言うことを聞かない、行かないでって走って行ければいいのに、広いようで狭いようなこの場所は言いたいことも喉に詰まる、体が帰りたいと嘆く、行かないでって叫んでくれる人がいればな、抜け出せない、抜けきれない、よくある話じゃ終われない、簡単に冷める気もないから、とりあえず我ください、消えない想いは軽くほてらして飛ばして、指先から始まる何かに期待して泳いでく、溺れてく、今夜はこの できなくなって、心の壁も穴だらけで、制御不能、結構不幸、自暴自棄です。そんなに多くはいらないから、幸せの横棒を一つくらいで満たされたい、満たしてみたい、満たされたい、会いたい、いつかの誰かに、やるせない、やりきれない、よくある話じゃ終われない、簡単にやめる気もないから、とりあえず我ください、言えない想いは軽く飲み込んで隠しちゃって、花の先に取り付いた本音に油断して、抱かれてく、騙されてく、今夜の夜風に吹かれながら、揺れながらね、もう帰ろう帰ろう、影ももうね薄くなって、結局味のない、味気のない、続いては What's on Calendar、 今週のイベント情報をお伝えします。最初のイベント情報はセラピードッグに会えるイベントについてです。毎週月曜日夕方6時半から7時半までオーロラパブリック図書館にて四つ足についてのお話し会があります。犬好きの5歳から12歳あたりの方対象で、読書や本を読むのに苦労し始めたお子さんに向け、セントジョンアンビュランスからセラピープログラムを実施します。このオーロラパブリック図書館で行うセラピープログラムには、セントジョンアンビュランスからセラピードッグが毎週来ます。イベントは11月中旬まで毎週月曜日です。続いて火曜日は、正しい食事法やスキンケアについて学べる講義についてです。
高い化粧水やローションを使用することが本当に私たちの肌にとって正しいことなのでしょうか。そんな疑問を解決できる講義が火曜日、パークアベニューにあるニューマーケットパブリック図書館にて行われます。時間は夜の7時から8時まで。ご興味のある方はぜひご参加ください。また水曜日には iPad の使い方についてご年配の方向けにレクチャーが行われます。このレクチャーではストーフビル・リジオンから10代の子どもたちがご年配の方に向け iPad の使い方やコツを伝授するという講義で、時間は夕方4時から5時半までとなっています。最後のイベント情報は同じく水曜日に10歳から13歳あたりの子どもたちに向けたイベントがあります。グレード5からグレード7あたりの子どもたちで、それぞれの趣味や好きな本について話す機会を設けています。同世代同士で気ままに語り合うイベントとなっているので、新しいお友達を作る機会としてもご利用いただけます。場所はヤングストリート上にあるオーロラパブリック図書館です。今週のイベント情報は以上になります。聞き逃してしまった方や詳細を確認されたい方、イベント情報は159theregion.com のウェブサイト What's On にてご確認いただけます。ぜひご覧ください。さて、続いては今週の注目ソングを紹介する時間です。1曲目はソニーの完全ワイヤレスヘッドフォンの CM ソング「余熱原子」でフラミンゴ。そして2曲目はテレビアニメ「ソードアートオンラインアリシゼーション」のエンディングテーマ「青いエイル」でアイリスです。どうぞ。闇につまじき悲しみに浜ざらし花曇り枯れた街見目もなしわびしげに花たらしヘラヘラリ笑えないこのちんけな泥仕合からくれないの髪飾り荒ましき恋がたき触りたいベルベットのまなじりにうつら「あなたファ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 ミンゴ」「鮮やかなファ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 ミンゴ」「踊るままファファ笑ってもうからない」「寂しさと嫉妬ばかのかして」「バイトあり月夜もと大事にして」闇雲に舞い上がり上滑り苔おどし口ずさみ老体に軽はずみアホさらし愛しいその声だけ聞いていたい半端に稼いだ歩くぜにたかり出すビルドンビくだらないこのステージで光るのはあなただけでもいいそれはファ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 ミンゴ恐ろしいやファ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 ミンゴはにかんだファファかんでもうさいならそりゃないねもっとちゃんと話そうぜ縮小め吐いた唾物の名前でひさめに打たれて花たらし私は右手に猫うじゃらし今日にこの程度じゃ騙せない狭間でさまようと甲子園に地獄の閻魔に申し入りあの子を見受けておくんだまし酔いどれ張りこの物語やったら死ぬまで去る芝居あなたファ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 ミンゴ
続いては今週のニュースの時間です。最初のニュースは、第一次世界大戦に関する展示会についてです。戦後100年経った今日、オーロラニューマーケットにて戦時中の状況を複製した展示会が開催されます。11月11日はご存知の通り、休戦協定日、Remembrance Day です。この展示会では写真などの情報や展示品はもちろんのこと、当時の地元ニュースペーパーが報じたニュースを聞けるなど、戦時中の状況を体験できる展示会となっているとのことです。カナダ人にとって第一次世界大戦は歴史上大きな事柄となっており、1914年から1918年までの4年間で、65万人以上のカナダ人男性と女性が戦争に奉仕し、6万6000人以上が戦闘で命を落としたと言われています。この展示会、ニューマーケット・ヒストリカル・ソサエティは、11月3日からオールド・タウン・ホールにて開催となります。タウン・ホールといえば、先月行われた選挙結果に基づき、新しい評議会の就任式が来月12月に行われるとのこと。ヨーク地区は他の地区と比較し、投票方法や場所に制限があったのにもかかわらず、
47% 以上の人がストーフビルにて投票に参加したとのことです。この 47% 以上という数値は他の8つの地区の投票率と比較しても高く、大体の平均投票率は高くても 30% から 40% と言われている中で、ヨーク地区では 47% 以上の人が投票に参加したという結果となったとのことです。また投票後の結果より、元評議員リチャード・バートリーと元市長のスー・シャーバンがタウンホールに復活したことが判明。現在の評議会との最終会合は11月20日の3時に開催され、新しい評議会のための就任式は12月4日に行われる予定とのことです。最後のニュースは、3人の子供を残して他界したニューマーケット市に住んでいた女性についてです。10月26日午前2時半ごろ、ハイウェイ404号線近くのオーロラロードにて起きた衝突事故で、41歳で3人の子供の母親だったジェニー・ディクソンさんが亡くなった事故で、ディクソンさんは当時飲酒運転をしていたとみられる車に後ろから衝突され、現場に駆けつけた警察官により死亡が確認。当時ディクソンさんはシートベルトをしていたのにもかかわらず、180キロ以上のスピードで衝突されたことにより車外に放り出され死亡したとのこと。ディクソンさんの親友アディ・テパーさんが飲酒運転、また薬を使っての危険運転についてのスピーチを金曜日に行いました。ディクソンさんの家族をサポートするために設定された GoFundMe ページへは、これまでに7万8000ドルほどの募金が集まっているとのことです。私たちのツイッターではその他のニュースも随時更新しておりますので、ぜひご覧ください。ニュースは以上になります。ツイッター、@1059theregion でも最新の情報を随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。続いてはカナダ・ヨークリジオンと日本の天気情報をお伝えします。今週末のヨークリジオンの天気は晴れ。週末は最高7度、体感温度は4度あたりとなりそうです。週初めは雨の日々となりそうですが、週後半から曇りのち晴れと回復しそうです。特に日本から来られたばかりの方へ、カナダは本格的に寒くなってきています。ニュースや新聞などでその日の最高・最低気温を報道しますが、オンタリオは基本的に風が強く、報道する気温と体感温度が異なります。お出かけの際は、Feels like と書かれている温度を確認し、一方で日本は北日本から西日本にかけては、期間の初めは高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。ただ週後半からは全国的に曇りや雨の予報となっておりますので、お出かけの際は天気予報を確認してからお出かけください。さて、続いては季節に合った曲を紹介する時間です。11月最初の週で思い出すのは、そう、文化祭。文化祭といえば青春なので、今日は青春といえばに合う曲2曲を紹介します。1曲目はエレルガーデンで Red Hot、 そして2曲目はハイスタンダードの Stay Gold です。お楽しみください。It's seriously, but what's on my mind is, you know, always girls find out me next, me best.
dirty bug. I wanna grab the flag, but there's always someone faster. I got the music playing loud in my head. I got a red dog, chili blows it away. I got the music playing loud in my head. Turn the blinker off, it goes straight red. いかがでしたか？エミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー。そろそろお別れの時間です。皆さんのフィードバックを随時受け付けております。ツイッター上でエミ・タカハタとローマ字で検索していただくか、@1059 The Region へ聞きたい曲や共有したい内容などお知らせください。1059 The Region、タカハタエミでした。Thank you for listening. See you next week. Bye for now. Broadcasting from Markham, this is CFMS 105.9 FM, The Region.